どうも、親父ベースのヒデです。北国札幌のアクアリストで、夜な夜なガレージにこもりながら DIY 作業に没頭しております。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日はですね、 APMS 多段循環式オーバーフロー水槽のアピストグラマですね。その中で、親父がですね、大切に育成してまいりましたフラベリカウダの F2 個体がいい感じにですね、かっこいいフィンスプ動画が撮れたので、ご紹介させていただきたいと思います。そして最後にですね、親父がね、育成しているアピストの稚魚たちを少しね、紹介させていただきまして、その中から一部の稚魚をプレゼント企画で、皆様に、お送りできたらなと思っております。はい、ということでですね、今見ていただいているのがアピストグラマ、フラベリカウダというね、ロートカイル系の細身のアピストとなっております。うちにいるですね、フラベリカウダは前のね、親の代から尾びれがかなり赤くなるタイプのフラベリカウダで、しばらくですね、60センチのアドケタとアピスト、あとテトラとコリドラスのね、混泳水槽にいつですかね、半年ぐらい、一緒に育成させていたんですね。そしたらですね、やはり狙い通りにこう威嚇し合うと背びれがね、やっぱり伸びるような気がするので、しばらくその混泳水槽で放置していたんですけど、気づいたらですね、背びれが倍になっておりました。いかがでしょうか。いやー、かっこいいでしょ。胴体の同じぐらいかな、胴体よりちょっと長いぐらいの背びれの長さになっているんですけども、これね、もう少しね、あの育成水槽でガチガチバトルをさせたら、もっと背びれが伸長するのかなと。今ね、60センチ混泳水槽に戻そうか戻さないか悩んでおります。いやー、皆さんならどうします？とりあえず今はね、この単独水槽にね、隔離してこう楽しんでいるわけなんですけども、いやー、かっこいいですね。ほら、育成ね、水槽に戻すとヒレが傷ついてしまうというリスクを考えると、このまま楽しんじゃおうかなと思っております。そしてこの見えますか、ちっちゃいアピストたちがうじゃうじゃね、泳いでいる水槽たち、ここのですね、この3部屋は、ちょうど同じ時期、あ、ちょっと違うかな、メガプテラがちょっと早いんですけど、この稚魚育成水槽が3つ並んでいるので、結構ね、観察しやすい環境にあるんですけども、左側から、インカ50、これが今年のゴールデンウィークに生まれた個体ですね。そして真ん中はメガプテラ、これは昨年の9月、結構ね、大きくはなっているんですけど、箱が小さいので、
アピストも大きくなりにくいという APMS の環境なんですけど、まあ、いいか悪いかちょっと親父もわかんないんですけど、長生きしてくれればなと思いますね。で、右がみんな大好き、イバナからあどけた。これもね、5月のゴールデンウィークに生まれた個体となっておりますが、なかなかいい感じに動き回っておりますよ。親のあどけたとですね、今一緒に見ていただいたんですけども、今この稚魚たちがだいたい 2.5 センチから3センチぐらいのサイズになっております。まだですね、あどけたらしいね、歌舞伎面、歌舞伎顔か、歌舞伎顔にはなっていないんですけども、泳ぎ方はね、もう親そっゆっくりですよね。餌のねもぐもぐタイムなんかはまあ結構ねいい感じでバトルしながら食べ合っているので、これは育成が楽しいねこうシュクリットになるんじゃないかなと思っております。これはですね、メガプテラというね、背びれと尾びれがビヨーンっていうよりも、もうワシャワシャっとこう伸びていくようなアピストになるんですけども、だいたいですね、9ヶ月から10ヶ月ぐらい経過しております。ですが、なかなかね、多頭混泳しているのでサイズアップあまりしていないんですけども、ボス的存在なねこのメガプテラの尾びれがかなり伸びてきたように見えます。ちょっとですねオスメスの区別が幼魚の時はちょっとしづらいので、これをねどう分けていくか問題になるような気がするんですよね、プレゼント企画。まあ、でもメガプテラはぜひプレゼント企画にぶっ込んでいきたいと思います。
そしてこの水槽がですね、親父が今どっぷりハマりにはまっておりますアピストグラマインカ50ですね。そのインカ50の上畑瓶の去年の上畑瓶のファラガさんになっております。背びれがね、細くビヨンと伸びるタイプではなく、ちょっと太めで短めに背びれがね伸びるタイプになるんですけども、なかなかですね APMS のね育成でインカはねなかなか残らないんですよね。なのでちょっと数が少ないので、インカはプレゼント企画にちょっと出せないとは思うんですけども、一応ね先ほどのあどけたとサイズをね比べてもらおうと思って今紹介しておりますけども、このインカは今サイズがだいたい1センチから 1.5 センチ、かなりねあどけたとはサイズが違うんですけども、あどけたのね大きくなる成長の度合いが半端ないことはこれで分かっていただけたと思います。はい、というわけで今日も長い間ご視聴ありがとうございます。今日はですね、親父ベースの多段循環式オーバーフロー水槽 APMS のアピスト紹介をさせていただきました。ありがとうございます。フラビリカウダとインカ、メガプテラ、あとなんだイバナカラ、アドケタ、ね、この4種の紹介をさせていただいたんですけども、この中からですね登録者数1000人到達のプレゼント企画で出せそうな、ね、稚魚たち、これは多分ですねイバナカラ、アドケタと、メガプテラの稚魚、このね2種類はプレゼント企画に、載せようと思っております。でこの中で稚魚を3匹セットにするか5匹セットにするか、それは稚魚のね育成の度合いを見ながらちょっと調整しようと思うんですけど、このねアドケタとメガプテラ、かなり魅力的なアピストなんですけども、このアピストたちがぜひぜひ飼育してみたいよと思う方はですね、チャンネル登録者数1000人のねプレゼント企画を楽しみにお待ちいただければと思います。親父ベースではインスタグラムとツイッターからも日々の親父のね情報を発信しておりますので、ぜひ概要欄からそちらも登録よろしくお願いいたします。はい、もちろんですね親父へのメッセージやコメント、リクエスト等もいろいろお待ちしておりますので、皆様からいただいた温かいお言葉楽しみにしております。それではですね、今回の高評価ボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではでは、この辺で。いやー、最近ですね、続いております。連日連夜のライブ中継。いやーね、酒飲みながらといえ、いやー、ほんといろいろね、暴言申し訳ございません。今後もですね、いろいろ気をつけながらライブ中継させていただきます。するんかい。